みなさん、こんにちは、リスイートのムーンです。さあ、今日は4月1日、東京ディズニーランドホテルにやってきました。もうご存知の方いると思うんですけど、こちらが今日のお部屋です。ディズニーランドホテルに宿泊したということで、ミスターのうさたまのアフタヌーンティーが取れたので、これから行きたいと思います。アフタヌーンティーが取れたので、今回はどんなフライトなのか、今からワクワクしてます。それでは、レッツゴということで、今日はですね、初日に来ることができたので、今から食べたいと思います。じゃあどれ食べるかな。でも普通は上からなんだよね。じゃあ私の大好きなホワイトアスパラムースのカルボナーラソースって言ってたので、私カルボナーラ大好きなので、いただきます。超カルボナーラ、結構ソルティな感じなんですけど、濃厚カルボナーラが美味しいですね。やっぱ一口サイズの方がね、全部あるんですけど、見てください、朝玉が大脱走してます。こちらで、これは何だったかな、ビーツかな、甘い系かな。いちごのゼリーですね。甘酸っぱくて美味しいです。やっぱり春というかイチゴですよね。あとこれイチゴのスプーン、もうね、ハートを崩すのがちょっとあれですけど、このレモンなんちゃらソースをつけていただくと、ね、結構ほっとりしてる。いただきます。すっごい酸味、ストロベリーのスコーンの甘みを打ち消す、すっごい酸味のある、レモンの好きな人にはたまらないソースですね、今回。はい、どれ行こう。貝のやついきます。あ、アサリも入っていて春らしいですね、彩りますね。さっぱり、味は給食で出てくる海藻サラダなんです。あ、絶対海藻サラダ似てるよ、おすすめです。あ、
とサルサとね、アボカド、最近アボカドめっちゃ好きなので、これをいただきたいと思います。なんかミートボールみたいになってる。これめっちゃ美味しい。もう一個あるからもう一個食べたいって言うのが美味しい。サーモンがボールみたいになってて、ミートボールみたいな。で、そこにアボカドのペーストがあるんですけど、トルティーヤサクサクで、ちょっとふにゃふにゃになっちゃってる。すごい美味しいです。これはね、おつまみにいいかも。はい、あと、まあこれはまあ大体味わかるから置いといて、このね、最後に食べてくださいと言われていたキッシュ、たけのこのやつかな。いただきます。うん、肉まんタルトですね。あの、よく3個とかで入ってるレンチンする肉まんの具をタルトに乗せた感じで、確かに味は濃いですが、タルトがサクサクで美味しいです。肉まんタルト、はい、連れてきました。こちらはドナルドが行くなりとしてのイメージでお作りしてるプレートでございます。店のお外場所でできてますので、はい、お召し上がりいただけませ。隣のデザートがマンゴーの味のムース、隣のデザートがエッグタルトです。緑のお色のシャーベット、こちらがメロンの味のシャーベットです。はい、ゆっくりお楽しみください。ありがとうございます。熱い甘い食べて食べます。デザートが来ました。デザートはですね、ドナルドがウサタマを追いかけてます。じゃあメロンのシャーベットからいただきます。メロンの味、これメロン味の、もうメロン味のやつですね。うん、美味しいよ。美味しいけど、チープなメロンが、あのアイスの味、あのスイカバーの一番さっとこみたいな味します。美味しいです。じゃあマンゴーのですね、ムースいきました。こんな感じ、何も入ってないです。マンゴームース、口の中でマンゴーがとろけますね。おいしい。こちらはなんかタルトって言ってましたね。で、何上、生クリームかな、砂糖かな。あ、なんか中はチーズみたいなの入ってますね。いただきます。レモンクリームのタルトですね。上品、ちっちゃい、見て、もう一口でなくなるところを3回に切って食べますよ。もったいないんでね。うん、見た目が、まあ、可愛いし楽しくなるデザートのプレートですね。